はい、もう一本バトルフィールドをやってみようと思います。場所はオペレーションロカー、またここかっていう感じなんですけど、無料版なんで、拡張パックがないと遊べません祭りになってしまって、結局ここをやるという感じですね。まあね、マップを覚えるっていう意味でもいいのかなと思いますけど、じゃあこの無料トライアルが終わったらどうするんだという感じにもありますけど、そうっすね、本体が半額になったら買おうかなというところもありますけど、今のところすぐ買おうという感じにはちょっとならないかなという感じですね。まあ、やっぱぼっちでやるっていうのはこのゲーム辛いですよね。あの当たりいい人たちと当たればすごく楽しいんですけど、やっぱり一方的にね、攻められちゃうような形が続いてしまうと、どうしてもああしてほしいのに、こうしてほしいのにっていう感じが出てきてしまう。ああできますね、飛び込み、いや、いましたね。ああ、やらしましたね。上にも行ってっていう形で。いやー、これはフレンド作ってフレンドとやったら面白いのかなと思ったりしますけど、ぼっちの寿司にはそんなことはまた夢のまた夢かなという感じですね。なんか今日数戦やってますけど、C を取れるチームに入ったことがないのかなと。まあそれもね、オンラインなんで、まあ、運ちゃうなのかもしれませんし、じゃあお前頑張れよって話で、と、これあれなんすかね、ダメージ食らわねえな。なんかテルミット弾みたいのをレベルが上がると装備できるんですかね。もうすごい大嫌いなんですけど。おっと、足取れそうで、あ、これ敵なんですね、行きたいところとか、ありがとう味方さん。もうほんとね、正規軍がパッと見どっちなのかが見分けがつかない。おーっと死んじゃいましたね、敵ここまで来てましたね。でね、やっぱどうしても喋ってると集中できないのか、それともまあ下手くそだからっていうのもあるのかもしれないですけど、お、このチームすごいですね。裏取りしていいも先見中ということで、なかなかいいチーム巡り合えたのかもしれませんね。それでも C に行くというね、とにかく早く炎が欲しい頃、アイアンはもうちょっといい加減持ち歩いて倒さなきゃもらえねえんだよ。ああ、ボーズの役割はここでロケットを、お前が最後だと思って、ちょっとなるべく死ねない。敵はそこにいるんですかね、いるんですかね、といるー、またこのテルミット弾ですかね。あー、なるほど、見えねえな、見えないっすね、暗いと。なかなか見えないってのは辛いところがあります。さてどうしようかな、外から行きましょうかね。外から行っても倒せないんだよなっていうところもありまして、やっぱ白日の音が多くなりました。おっと、敵が、痛い、どこだ、
ああ、スナイパーさんですね。注意力が3万で。あれでしたけど、よく砂で倒せるなという感じですけどね。さて、これ、外がだいぶ広がってきて、カツカツなんで、おーっと。なかなかね、ここ立て続けに倒せるとかっけーってなるんですけど、謎の黒い集団が猛ダッシュで迫ってまいりましたね。いやー、どうしたら射撃ってうまくなるんでしょうかね。年も年なんで、そんなに素早く反応もできませんし、周辺機器もそんなに充実してるわけではないので、諦めるとこは諦めなきゃいけないなと思って、でもやっぱりね、こういうゲームやってるからには倒したいっすねーってとこはありますよね。おお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 
ちょっと通してと思うんですけど、もうすんげえ渋滞してんなここ。さあ上行きたいっす、上行きたいっす、上行きたいっすっていう方と、お前早くっていう状態で、おっと爆弾飛んできたんじゃないですか。うー危ない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 。ここで平然と張り続けてる味方すげえと思ったい当たっちゃいましたな、ね、あ死にそうでした、ね、おおおおお。あースナさんがいるんですね。痛い、自分のに当たった人がちょっとここは人数多すぎて逆に立てそうもないので、場所を変えましょう、場所を。おっとあれっすね、なんかレーザー砲みたいなやつですね。ちょっと気にしなくてあれですね。今のどこ行っちゃったんでしょうか。深い高い深いダメージを払えということで自分で取りに行こう。やべ、なくなった、死んじゃうかもしれない。はい、なんとか回復できるポジションがこうだと思います。頑張ってますね、塔の上で。さあ、そうそう、回復したんだ、よいしょ。いやー、でも本当ね、分隊フレンドと話しながらワイワイとボッチに飛んだ夢でした。スナさんいましたね。いやー、目くらうち当たんねえなー。当てる人は当てるんで、やっぱここら辺才能とかそういうのがあるんですかね。おおお、後ろかな、こうやろう、後ろに、あーやられちゃいましたね。後ろかなと思って見たら出てきた、ね、運です、持ってるもの、そういうのも大きく関係あるので、倒せる人はここでうまく倒しちゃうんですけど、倒せない人はここでうまく、ね、倒される。まあ、それが養分の宿命でもあるので、なんていうんですかね、ある意味ね、自分の運命をうまく表せてるんじゃなかろうかと思いますけど、ね、下ちょっと怪しいっすね。やべ、敵いたーって言いましたね。どうやら、この地下っていうんですかね、地下の方にどうも味方が行けてないので、ちょっと重点的に地下を取りに行かないと、このままでは敵がワンサバ登ってきてしまうんじゃないかな。やーっといっぱいいますね。これは結構やばいんじゃないですか。いやー、そっちじゃねえんだよっていうところでね、あっちにもこっちにも敵がいると、もうどっから撃たれてんのみたいなのはよくあること。もうほんとね、キーバイト使えないんでね、人間もやいちいち行動が揃えというか、どうなってるのか、向こうも出てきちゃってるんですかね。
いや、後ろ怖いよと。あ、下から来たんで、もう大丈夫っぽい。ということで。あ、ここか。いや、でもやっぱりこっち来そうだよなーっていうことで、見ておきましょうかね。あ、でも、どうもスナさんが走ってきたんで、こっちはもう、大丈夫なんですかね。あ、ここなんですね。おほほほほ。なるほど。ここからさっきワンサかワンサか来られてしまった。旗直通のところ、とりあえずちょっと撃ってみましょう。ああ、撃ってみましょうって言ったら撃たれちったよと。なんか、どうっすね。あ、やばい、砂がいた。ああ、またこいつだよ。この武器マジで自分で使うとなんか弱くねえと思うんですけど、上手い人が使うと本当に速攻で倒されてしまう。まあ、あの、自分がやりやすい武器を探すっていうのもまたポイントなんですよね。難しいですね、自分の道を探し。あとはまあ、このゲームに限ってどこ守る、どこ攻めるっていうのも自分の一番得意なところがあるので、それを見つける旅に出るのが一つの課題としてあるんじゃないでしょうかと。ここやばくない？なんか味方ちゃんが全然いないので、ちょっと牽制しとかないと味方、敵が退去できそう。ただそんなとこ打ったって出てこなきゃ意味ないんで、悩ましい。やばいね、ここ。怖い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 。いやー、砂いますね。おっとっと、味方が正座に飛んでおりますね。あー、クソ、逃がしちゃいましたね。何やってんだよって話になっちゃうので、ちゃんとしっかり守っていかないといけないんですけど、やべえ、ヒットポイントもないです。あと一発くらいから死んじゃうかもしれない。いや、武器が欲しいんじゃないよという。はいはい、でも欲しいんだけど、あー、死んじゃいました。出てきちゃいそうな感じなので、をしてちょっと一発牽制しましょうか。僕らはまだここで戦ってるよというね、アピールをしないとまずいましたね。ちょっと小休止してみようかな。というところでございます。あれ、敵いない、ここ。やばい、大丈夫。あー、もうね、このダメですね。優柔不断な人は複数の敵が来るとどうしようもない結果しか。あー、待っていて、上いるよ、上。下は大丈夫なんですけど、上がね、あ、塔が破壊されてますね。すごい危険だったんでしょう、きっと。あれ、こっちもないっすね。さっきあんだけワンサが出てきたのに全部一掃されたりしないでございますけど、痛い。まあでもこれね、あれ、やっぱ C いますね。どこいるんですかね。下だよね。ああ、早いな、ほんと。なんであんな早いんだろう、バーカっていう。ほんとだよ、さてさて。おっと、生き返りましたね。ありがとう。というところで、下だよな。やばい、 C が取られそうですよ。頑張って取り返さないと。あー、ほんとね、才能ないんでしょうね、こういうものは。あー、やられちゃうじゃん。あそこで倒せないというね、そこら辺がもうなんだかなんだかなというところですけど、 A 取り戻して C 取られてしまって、なかなか敵さんも、
おっと、やっぱりモコモコ湧いてくるの見ちゃうと怖いっすね。こうと決めたらね、確実に倒すまでやれればいいんですけど、優柔不断なんで、どうしてもいろんなところに目が行ってしまって結局倒せない。これどうやったんだっけな、違うし、いましたね、このなんかぴょんぴょん、わあ味方に当たっちゃったよと。なかなかね、痛い。いやーこれどこ打ちゃいいのかなほほほ、次から次へとやられてしまう、困ったもんですね。これはしんどいな。あそこで死んだの、いやもうちょっとお前ら相手になんねえよということで、じゃあすごい出てきましたね。え、どっから撃ってんの。多分味方に当たっちゃいましたね。そっか、敵さんなんであっちから来れたんですかね。 A と B は押さえてるので、なんでしょう、このザル野郎がということで回られちゃったんですか。ちょっとたまにはせっかく分隊組んでますし、分隊の皆さんと旅に出てみようかなと思いますが、あ、皆さんやっぱり後ろにいますね。後ろにいるんで、この養分さんが率先して前に突撃してきて殺されて、場所ですねと思ったんですけど、やられちゃいましたね。あ、味方がやってくれましたね。よかったよかったということで、これこそまさに養分の仕事ですね。少しでも敵にダメージを与えてそのまま死んで、あとは味方にポイントを委ねると。なんだここ、こうって、何これどうしたらいいの。おお、マジか、ここスタートとかも死んじゃうやべ、死んだ味方死んだし、もうなんだよ。そういう形でしてここで復活させる意味がわからないと。よいしょ、とんでもないところで復活すると思う。なんか、ね、とんでもない旅をして挙句の果てに時間制限で死んでしまう。さあ、ね、すごいですね。 A、B、C が取れないと。ん？なんかラグってんすかね。向こうもなんでこっち知らねえんだろうみたいな感じになってたと思いますけど、ちょっと不思議な戦いでしたね。敵があそこから湧いてくるって何なんですかね。待ってたんですかね。それとももしかしたらあそこにツナさんが設置した何かがあるのかもしれない、ね、ここから湧いてきてましたね。不思議なところ、いや何もないっすね。何もないんですけど、おお、そうやってふざけてると、お前何投げてんだよって言ったんだけどね。やばい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 、ほんとね、きついっす。いやー、みんなよくわかってるんで、きっと特にあんま狙ってないっていうか。うわ、ここまずいな、下から丸見えなんですよ。ということで、チキンの寿司は B から回っていこうかなと思います。でも俺よく考えたら今外ガラ空きのガード状態です。どうしたら
1が取れそうで、その代わり1と2が取られちゃう。まあ、どうしてもね、人数が決まってきてるんで、どこに去ったで取った取られたが発生する、まあいい感じなんですかね。あのバランスそんなに詰められまくってないしっていうことが本当だけど、いけるんですかね、いけるんですかねで言ったら死ぬって言われて、にゃーん、バーカさん散々やられてる。いやー、なかなか公平、いい加減なんかアタッチメント増えてねえかなという感じで、あ、増えてんじゃねえかって。レーザーサイトは好きではないので、レーザーサイト装備しません。なぜならば自分の位置がバレちゃうから。よっしゃ、アイアンサイト卒業だぜ。大丈夫かな、今どこに向けて撃ってるかわけがわからない。軍隊さんとも個人の戦闘を置いて、なかなかハードコールで戦場になってまいりました。ほんとね、当たんねんだよな。それをよく当てるんですけど、どういう風にやってんだろう。バインドしてから話が出てきたんですけど、なかなかバドフィールド面白いですね。飛び方がすげえ吹っ飛ぶ時もあるんで、ちょっと思わず見て吹いちゃうこともあるんですけど、思わず見て吹いちゃうこともあるし、すんげえビビっちゃう時もある。目の前に死体が思いっきり飛んでいくっていうのは結構衝撃、茶衝撃ですよね。この野郎、お、倒しましたね。ネクロ打ち成功でございます。痛い痛い痛い、痛すぎました。これじゃあ意味がないですね。あら、分隊の中で最下位ですね。少し頑張れって話なんでしょうけど、なかなか頑張れないです。いやー、でもみんなどうやってポイント稼いでるんですかね。やっぱ倒す、まあ倒すですよね。倒すができれば苦労しないよと。よいしょ、もうね、よく当ててきますよね。本当に見てるのかと思いますけど、まあ、多分ベテランさんの方で感覚を良くしてます。よいしょ。いやー、当たらないっすね。さっきのマグレ打ちは、おっとやばい、危なかった。マグレあたりはちょっと感動しましたけど、やっぱマグレ、マグレ、そんな簡単に当てさせねえと。ちょっとね、どうしても膠着しがちになっちゃうね。的には面白くないっすよね。あのね、特攻ね、ほとんどあれがないんでね、どうしようもここで、お前行けよ、お前行けよっていう状態で、ここにとどまるしかないんだよな。やばいやばい、みんなうめえな、ほんと。行って、やめしんな。なるほど、勇気あるものがやはりキルを奪える。そこに来てよく知らねえなって感じですけどね。あと1個もセントも言わない戦場に戻ってきましたね。動きがない、飛んでいく動きがない。こんなのこれを開拓していく猛者がたまにいる。それすげえなって。基本的にはまあ皆さんここで打ちっぱなしですよね。どうしたんだ、バタバタとか。いや、よくみんな知らねえな。
いやでもこれはちょっとやっててもあれなんで、ちょっと場所移すしかないかな。おっと、どうやらこの上がちょっとだけ攻められてるんですね。ちょっと行きましょうかね。どうせ暇ない。どうどう、なんかすげえ、なんかこれ何なんですかね、吐き出し法なんですかね。そこからちょい顔出しするのちょっとイラッとするんですよね。危ない、あれ狙ってるな。何なんですかね、コマンダーとかそういう感じなんですか。こっからね、あのベテランさんチラ顔出ししてパスパスやってくるんで、なかなかね見づらいな。お、あんなとこにいた、いっぱい出てきた。怖い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 、はい、来た。ピョンピョン失敗しちゃいましたね。まあそういうこともあるよと。1階のところから出てる特殊部隊さんはどういう感じなんでしょう。ああ、迫撃砲だ。あれ、やっぱり迫撃砲は迫撃砲って出るんですね、倒されたとき。動画にあたりで、なんか似たような攻撃受けたときはライフルだったんで、やっぱあれ何なんですかね、なんかあるんですかね、特殊な武器。迫撃砲って、これ、かっこいいっすね、UAV。かす感じですね。おお、どうでしょう。あれ、ここ誰もいないし。あ、前に前進してる。すげえな、よく押してますね。痛い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 。ここね、うめえなって感じですね。まあいいね、まあいい。ここはまだ死んでいかないというか、まあなかなかね、あそこに行けないですよね。あ。全体の人がどうやら迫撃砲の被害に遭われてしまって。そういえばですね、動画になんですけど、なんとですね、セット終わった後録画をやめたつもりが録画をやめてなかったらしくて、思いっきりあっみたいな、一人でブスって言って、本当に愚痴っぽい一戦が入ってしまって、おかげさまで46分という長い長い動画になってしまった。なんか切ったと思って油断してたらそんな入ってたよという動画もあり、まあ、基本的にはこれも本当そこら辺うろうろしてるだけの動画なので、見てても面白くないだろうというのがあると思いますけど、まあ、気が向いたら、ね、おここいけるじゃん、攻めるよ攻めるよ。ここ上いるのかよーって。マップをまだ隅々まできちんと覚えていないので、適当に、やべこれ死ぬよ。はい、やられちゃいましたね。なるほど、こっちは階段を登って上に行けるんですね。そして敵はここに張っているという感じ、なかなかな感じですね。さて、敵が UAV を飛ばし始めたので、これそろそろ外側から進行される。これ意味わかんないですよね。何だったんですかねこれは一体。今の UAV が当たったのかな。でもライフルのマーク出てるんですよね。これね、何なんですかね、どういう攻撃で死んだのかって、ね、意味がわからない。チーターだと思えばいいんでしょうか。それとも、でもね、どうなんでしょうね。まあ、気にせず。廊下に逃げた、た。めんどくせえ。ああ、もう一回スポットして、ターゲットロックして。お願い、ロックして。ロックしてくれないかな、ロックしてくれなーい。2機も飛んでんのか。ちょっと厄介っすね。
場面的に来ちゃってもいいんじゃないかなと。スティンガーを持ってくるべきだったのかと。スティンガー使うの超下手くそなんであんま使いたくないですよね。でも敵この辺にいるよみたいな形で見ました。やばい。もうね、BF4 のスナーさんマジで上手い人多いんでね、一撃で死んじゃうんですよね。ちょっと恐怖ですよね。結構頭一発当ててくんだこの速さで。あれ、あのスナーどこ行ったんですかね。どうしたどうしたどうした。スナさんが飛び出してきました。俺ここだよ。やーべ、迫撃砲さんいますね。これちょっとやったり。さてどうしましょうね。まあただもうちょっとで終わりなので、このままダラダラ走り回る感じで、もう今回は終わりでしょうかね。なかなか皆さん強いので本当に何もできない。養分にもなりやしない。住んでるので、いや敵見えないんだよな。わあ、味方に当たった。死んだ。あと死んでた。ショットガン強いですかね。なんか結構ショットガンにやられちゃうのあれですけど、C を目指して走りましょう。あと20ポイントで終わります。まああれですね、基本的に走って走って走りまくるっていう感じでしょうかね。走り疲れる、走っちゃいないんだけど走り疲れるっていう、ちょっと気分がすごく不思議なゲームでもありますね。そんな感じで、ろくに役に立ってませんけど、一応 US が勝ちという形です。無料系ももうあと数日で終わりなので、 BF4 の取りもそろそろ終わりかなという感じです。あ、スティンガー今回やっとアンロックできたんですね。そんな感じでバトルフィールド4を取ってみました。また何か取ってあげたいと思います。ありがとうございました。